い、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムは長袖のカットソーになります。非常にね、目立つ色の段差があって、こんな風にね、胸元からずっと広範囲にシミがついております。飲食に伴うシミなんだと思うんですが、かなりお時間が経過して落ちにくいシミになってるんじゃないかなという風に思います。お色が白ですから、とても今のまんまではね、着ることができない状態で入荷しております。お洗濯表示はこちらです。はい、ポリウエステルが 95%、 ポリウレタンが 5%、こちらはですね、ドライクリーニングができない、そしてウェットクリーニング、プロのウェットクリーニング、ダブルアンダーバーがついてますね。それからご家庭の手洗い、どっちもできるようになってます。どうしてドライクリーニングできないのかちょっとわからないですけど、できませんね。ポリウレタンが 5% 入ってるからなんですかね。はい、それでは、まあ柄は柄というか、織の柄というか、そういったものはあっても、色的には白無地でございますので、きっと綺麗になるんではないかなと。で、一つ一つね、部分的な染み抜きをしていたんでは非常に時間がかかるので、一網打尽にできるような全体処理をしたいなというふうに思います。はい、仕上がり具合見ていただきたいと思います。大変綺麗になりました。胸元ですね、すごく目立つシミ、色の段差がですね、広範囲にこうあったんですけども、一つ残らず、綺麗になっております。薄く目立たなくなったじゃなく、完全に消えております。その角度から見ても、よーく見ても、わかんないですね。もともとそのシミがあったことを知ってるお客様、そして作業させていただいた私が色の段差を見つけようと意識して見ても全然わからない状態、大丈夫です。しかも質感風合い全て、保った状態でね、綺麗にすることができましたので、シミ抜きは大成功です。非常にメンテナンス性が良かったので、最初から洗浄力を重視した内容で作業させていただき、その全体処理で綺麗にすることができてとても良かったです。ご利用ありがとうございます。